兵庫県立加古川西高等学校は、兵庫県加古川市にある公立の高等学校。明治最後1912年、軍立の高等女学校として創立した。略称、通称は、過去西、成功。1912年4月、兵庫県過去軍立高等女学校として開校した。全日制家程で、普通科を設置している。文部領土をモットーに、 クラブ活動も盛ん。また、地域の未来と世界の未来を担う、スーパーグローカル人材の育成を行うとして、2018年度から2019年度の2年間、兵庫県独自の兵庫スーパーハイスクールに指定された。加古川市内では、加古川東高校に次ぐ進学実績を持ち、2012年度の場合、国公立大に約130名、席々同率へ、 約250名、参勤交流へ、約160名が合格。また、毎年、神戸大学、大阪市立大学などの南関国公立大学へも、若干名合格している。マーチグなどの私学へも数人合格している。なお、2018年度入試で、兵庫県立大学の合格者数は35人で、全国の高校でトップだった。 兵庫県教育委員会が実施した平成23年度高等学校進学希望者数等の調査では、本校への進学希望532人と姫路市立姫路高等学校に次ぎ、兵庫県下で2番目に多い数となっている。県立加古川高等女学校が太平洋戦争後の1948年学生改革による新生の高校へ改編され、 旧制中学校から改編された兵庫県立加古川東高等学校と職員、生徒の交流を行い男女共学となった。また、いわゆる高校3原則に基づき商業化も平地していたが1976年3月で廃止された。加古川西高等学校体育館鉄道工科効果は西条8重による作詞新次清による作曲。 1948年3月4日に制定された制服女子生徒の制服は1961年4月1日から導入のブレザーである。男子生徒の制服は標準的な学生服である。クラブ活動では陸上競技部などから毎年数名が全国大会に出場。水泳部、卓球部、ボート部、ソフトテニス部、バレーボール部、 演芸同好会なども近畿大会への出場経験がある。また、近年では美術部、書道部、写真部などが全国高等学校総合文化祭に出品、出場した。例年12月に遅くまで学校に残り勉強に励む3年生や部活に取り組む1.2年生への激励の意味を込め、ロータリーにおいて転職が実施される。西成と称されることもある。 2012年の創立100周年に際し、記念式典や記念行事が実施されたり、記念誌の編纂や記念グッズの制作、新道総会館の建設などが実施された。記念式典を挙行した10月には、神戸新聞に一面広告を掲載した。加古川日本京織社宅建築群に隣接し、加古川サガンドテカラ学者までの一体は、市内でも独特の景観を形成している。 政治経済学芸芸能スポーツ、ありがとうございます。